えー、こんにちは。ちょっと僕声大きいんですけれど、よろしくお願いします。えー、あのー、僕たちは蜘蛛の糸開発してるんですね。あの世界で最も強い、最もタフな繊維、それは蜘蛛の糸なんですけれども、今日はその話をしたいと思います。で、あのー、蜘蛛の糸の最大の特徴っていうのは強くて伸びるということです。で強くて伸びる、えー、強さと伸びっていうのは本来 相反する特性なんですけれどもこれを見事に両立しているのが雲の糸ですで強さと伸びを兼ね備えているということはつまり破壊されるまでに必要なエネルギーこれがものすごく大きいということですつまりタフということなんですけれどもこちらはあの上から3つが緑のバーが雲の糸のタフネスを表していますでこの一番上のダーウィンバックスパイダーという雲の糸これはあの 最も、まあ、タフな材料と思われている防弾チョッキに使われているアラミド繊維の大体7倍ぐらいのタフさがあるとで私たちはこの自然が生み出した、えー、蜘蛛の糸をなんとかして実用化したいと思いましたであの微生物を使って、えー、遺伝子を組み替えて蜘蛛の糸の成分を作り出してで化学繊維のように防止すると繊維化するとそれが私たちのアイディアですであの 石油からできている化学繊維というのは私たちのもう身の回りのありとあらゆる製品に使われていて私たちの生活を支えていますでしかしこれ石油が枯渇してしまったらそれは使えなくなってしまうもしこの石油からできている化学繊維と同じぐらいのもしくはそれを上回るような性能を発揮するしかも原料を石油に頼らない 蜘蛛の糸が実用化できたらこれはものすごいことだとものすごいイノベーションだとで私たちはその雲の糸がありとあらゆる私たちの製品に使われていって世界を変えていくんじゃないかとそう確信してこの研究を始めようと思ったんですで実はこのアイディアあの研究室の仲間たちとお酒を飲んでる時に飲み会の席で思いついたアイディアですであのもう飲み会の時に朝まで飲んでたんですけれどもえー 蜘蛛の糸ものすごいと、これを量産化する技術を開発して、ベンチャーを作って実用化しようと、仲間たちとものすごく盛り上がったんですけれども、その後に研究室の真面目な会議で、僕たちは雲の糸を実用化しますと言ったら、もうみんな会長中、大爆笑で、要は、 僕は冗談を言ったと思ったんですけれども、えー、でその後に、まあとに僕は実は冗談じゃなくて真剣に言っているということが分かったらもうみんなこぞってもうそんなことできるわけないじゃないかともう不可能だと言ったんですで、まあ、僕たちはその後あの大学4年生の時だったんですけれども修士課程に、えー、進学してもうなんとかしてこれを実用化しようと研究を進めましたで卒業間近に、えー、この蜘の糸のタンパク質微生物を使って えー、本当に微量なんですけれども作ることができてでそれを繊維化する実験を行いましたそして初めに作った、えー、繊維がこちらですこのミミズみたいなやつが初めに作った繊維なんですけれどもこれを見てもものすごく感動して本当に蜘蛛の糸が人工的にできるんだと思ったんですねであの、まあ、これを見た時に、まあ、僕たちは、えー、ベンチャーを作ろうと決意したわけですでも またこんなゴミだか埃だかわかんないような繊維ができた段階でベンチャーを作るなんてお前たち頭おかしいんじゃないかみたいなクレイジーだとみんなから言われて大反対されたんですけれどもでもそのクレイジーなアイデアを実現しようという勇気のある仲間たちとベンチャー企業を立ち上げてみんなお酒の飲み仲間なんですけれどもベンチャーを作ったんですねでこちらは会社を作ってから約1年後ぐらい我々が開発してきた技術の粋を集めて えー、作ったの、えー、の糸の成分ですでこれ 20mg ぐらい入ってるんですけれどもこれだけの量を作るのに、えー、フラスコを毎日毎日培養して3ヶ月間かかってこれだけなんですでもこれだけの量を微生物で作らせるというのはもう当時としては画期的なことでしたしかしこれでは、えー、量産化できないとそして、まあ、5年間研究を続けてきたわけなんですけれども私たちはついに 世界で最高の生産性を実現することができましたでこちらは今私たちがラボでこれだけの量をたったの23日で作れると大体もう研究を始めた時から2500倍ぐらいの生産効率になっていますでここまでできたんですけれどもこのポリマーを今度は繊維化しないと実用化はできないといけないんですけれども、まあ、その繊維化こちらもここまでできるようになってきましたで あの人工的に作った雲の糸をここまで自動で巻き取れるようになっていると誰もこのミミズゴを見たときにはここまで思いつかなかったというかあの想像だにしなかったことなんですで今日は皆さんに、えー、こちらをお見せしたいと思うんですけれどもこちらがですね、えー、私たちが、えー、世界でおそらく初めて作ったカラーの雲の糸です。でもう本当にに美しいいんんですけれれどもあのこれがあのこがの会場にいる皆さんは えー、このカラーの人工的に作られた蜘蛛の糸、えー、目撃する世界でほぼ最初の人類です <laughs> 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 であのでここまでの繊維をこれだけの量を作れるチームっていうのはもう世界に私たちしかおそらく今いませんでしかも私たちは繊維だけではなくて えー、このポリマーを使ってフィルムを作ったりスポンジを作ったりゲルを作ったりナノファイバーを作ったりいろんな加工技術を並行して開発しているんですじゃあこの蜘蛛の糸実は何からできているんでしょうかというとこれ実はあのタンパク質からあのタンパク質でできているんですねでタンパク質っていうのは、えー、生物が、えーまあ、私たちの体構成している生物を構成している最も大切な成分最も大切な材料です でこのタンパク質例えば私たちの体は大体いい10万種類ぐらいのタンパク質でできているんですけれども、えー、この10万種類のタンパク質驚くべきことにたったの20種類の、えー、アミノ酸これがつながった分子なんですでつまりこの20種類の並び方がどう並ぶかで例えば髪の毛になったり、えー、皮膚になったり爪になったり筋肉になったりホルモンになったり ににななっったたりりそして雲の糸になったりするとつまり私たちはこのアミノ酸配列の並び方をデザインすることで雲の糸をより強くしたりより伸縮性を高めたり生態適合性をコントロールしたりそういったことができるんじゃないかとで実はそれが私たちの本当のチャレンジですでこれがもし可能になればおそらく、えー、例えば人がぶつかっても、えー、歩行者に怪我をさせないような自動車だったりとか もう着ているかどうかもう忘れてしまうような軽くてしないかな防護服だったりもうジャンプして着地したのがわからないぐらい衝撃を吸収してくれるスキーだったりスノーボードだったりえまああの本当に強いんですけれどもものすごく軽くて発電効率がいい風車だったりえまあもしかしたらえ人の体を守る次世代の宇宙服にも使えるかもしれないしタンパク質の,その生態適合性を生かしてえ人工血管だったり手術の縫合子だったりもう次世代の医療を担うようなえ材料が作れるかもしれない。本当にこの蜘蛛の糸が えー、ありとあらゆる製品に使われて、えー、世の中を変えていくとも,ものづくりの概念を一変するというふうに、まあ、私たちは思っているわけですで本当にこの飲み会の席から始まった半ばクレイジーな雲、えー、の糸を実用化するというアイデア初めはみんなあの不可能だと言いました皆さんはこれを見て、えー、不可能だと思うでしょうか 私たちはそう思わないありがとうございました<手>ありがとうございましたありがとうございます